皆さんこんにちは。ディスクの毎日10分要約塾へようこそ。この番組は忙しくて時間がない方へ向けて、生活に役立つ情報を重要な部分だけを抜粋して10分以内で要約するという番組です。ぜひ通勤の際や皿洗いなどの家事、お風呂の中、寝る前などにサクッと聞いていただければ幸いです。画像はメモアプリのキャプチャーで表示しています。また倍速にするとより効率よくなるかと思います。それでは今回はピース又吉直樹氏による平成29年度近畿大学卒業式のスピーチを要約します。まず冒頭で、人生はなかなか思い通りにいかないと言っています。例えば本日近代ゲストスピーカーに又吉かと思われた皆さんいらっしゃると思います。予想していなかったことが日々起こります。私の経験談として2つ紹介されています。1つ目は37歳の誕生日の時、近くのバーに行きました。そこで店員さんとお客さんと、なんだか誕生日をお祝いしてもらっているような感覚で楽しく飲んでいました。その後店を出るとタクシーが1台店の前に呼んでもらってました。てっきり店員さんが気を利かして呼んでくれたんだと思いながら乗り込むと、店員さんが走ってきて、それ別の方のタクシーですと言われ、大慌てで、降りまして大恥をかいたというお話です。自分が思い描いていたような結果にはならないということを実感しました。また吉本の養成所では、入学式スタッフから、まあ、見た目を見て人殺しがいるぞと言われました。自分が思っているような、反応が返ってくるわけではないということをここで実感しました。まあ、その吉本の養成所の話で、夏前には半分ぐらいメンバーが辞めていきました。なんでかなと自分なりに考えたところ、辞めていく人は自分に対する期待が大きかった、こうでなければならないという期待が大きかったということです。皆さんには間違いなくこれから大きな可能性があります。ただここで一つ提案したいのが、自分のビジョンを一旦疑っておくということです。自分は人から見たらどういう存在なのか、周りからどれくらい愛される存在なのかということを知っておくことで、いろんなことに対応できるようになります。これから世の中に出ると、仕事や人間関係において真摯に向き合っていたとしても、必ず悪口を言う人がいます。それを何とか乗り越えてほしいと思います。もがいている中でいろんな尊敬している人に出会い、チャンスをもらえて自信を持つことができます。しんどいことの後は必ず楽しいことがあると思うようにしています。好きなこととか、しんどい夜が続くときは、次にはこれはいいことがあるためのふりだと考えるようにしています。例えば水が美味しいと感じるのは喉が渇いているときです。最後にこの言葉で締めます。バッドエンドはない、僕たちは途中だ。もう一度繰り返します。バッドエンドはない、僕たちは途中だ。これからいろんなことがあるけど、まだ途中だと信じる。皆さんはこれからいろんな挑戦をされるかと思います。そんな中でいろんな夜、辛い夜を過ごすかと思いますが、その先に続きがあるということを忘れずに頑張ってください。以上です。一つでも皆さんの生活に役立つ内容がありましたでしょうか。
10分以内で特に重要な部分の要約になっていますので、繰り返し繰り返しお聞きになることを強くお勧めします。脳に焼き付けるぐらい聞くと、意識が変わり、行動が変わり、習慣が変わり、人生が変わっていくと確信しています。これからもより豊かな生活を歩んでいくため、有益な情報を配信していきますので、よかったらチャンネル登録をお願いします。ではまた次回お会いしましょう。ディスクでした。